私たちはアミンチュを応援しています。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。7月1日琵琶湖の日を伝えて歩く安のおっさん琵琶湖一周アンギャ。ゴミを拾いながら歩いて琵琶湖を一周します。前回大津市中庄一丁目からスタート。お待たせやったね。この日は今年の琵琶一アンギャ最終日。たくさんの応援をいただきながらテクテク足を進めていきます。ラストスパート、ゴミ拾い、タバコの空き箱、電柱の影から箱、箱、はい、けど言葉風に言うてみたけど何もよいしょ、はい、どうぞ、よいしょ、はい、ちゃ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 、ゴミ、海ゴミゼロ。大宮大橋付近までやってきました。まさに今これ大宮大橋を横目に見ながらやったな、はい、うん、あの時あそこ曲がってたらもう着てたのかな。そうですね、まあ近いとは近い、まあ、糸川周りいるからな。ひやすりさんがそびえて見えてきた。いよいよやってきます。なんか帰ってきた感じするな。祝日のお昼ということでどのお店もにぎやか。今ちょうどあれかランチ時か、さっきのマックからとかな。そうですね、丸亀さん見てたけど、デコです、デコ。湖岸近くの道までやってきました。気持ちいいな、この今日の琵琶湖沿いは。ありがとう、待っててくれて、ええ天気でよかったわ。ありがとう。取れた？取れました。あ、ありがとう、行ってきます。ありがとう。ありがとうね、バイバイ。今年は5月30日にスタートした琵琶一アンギャ。長かった旅にも終わりが近づいてきました。天気で会えてよかった。ほんまに運動チームの子供たち。あ、何チーム？な、スキー？スキーです。あ、最近は琵琶湖でスキーすんの？いや、そんなことないわな、分かって。あと、琵琶湖バレーでスキーするんですけど、ね、あ、そういうことか。そうか、そうか、そうか、頑張ってな、冬に備えてな。もう、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 よかったら、よかったら。えらいな、スキー冬の前から練習してる。練習して、すごいですね。あ、でも今日ゴールしたら来年でもちょっと歩いていこうかな。あ、その風。安のおっさん琵琶一アンギャ、次回もゴールを目指します。空を見上げて、はい、OK です。ありがとう。ありがとう。ふわふわの雲
ありがとうね、おおきに。頑張ってゴールまで行ってくるわ。ありがとう。やすのおっさん、びわいちやんぎゃ、次回に続きます。わし、最近、ウエストきついな。やすのおっさん、検診受けてる？うん、毎年受けてるし、安心やで。検診の後は？え、あと？検診は受けることも大切だけど、その後も重要なの。1. 異常がなくても定期的に検診。 2. 生活習慣病のリスクがある場合は特定保健指導を受ける。 3. 検査や治療が必要と診断されたら医療機関を受診。協会健保では県民の皆さんや事業所が生活習慣病予防検診や特定検診、特定保健指導、重症化予防ができるようにサポートします。安野おっさんは生活習慣病のリスクがあるから特定保健指導ね。生活習慣病ってそんなに怖いん？健康な生活を続けることで引き起こされる病気のことで、高血圧や高血糖などがあるの。自覚症状があまりなく、ある日突然命に関わる病気を起こすから、サイレントキラーと呼ばれているのよ。がーん、特定保健指導受けよう。やった、わし特定保健指導でウエスト5センチ痩せたで。見た目あんまりわからんけど。やったね。この成果は自分の健康だけじゃなくて、インセンティブ制度にも関係があるの。イノセント制度？今でもわし十分無邪気なイノセントおっさんやけど。そうじゃなくて、インセンティブ制度。協会健保の事業所や加入者が検診を受けているか、結果を受けて改善する行動をとっているかなど、健康づくりの取り組みが5つの指標で測られて保険料に反映されるの。つまり頑張っている都道府県は保険料が安くなるんです。え、滋賀県の皆さん聞いた？これは団体戦で頑張らなあかんな。これ滋賀県、健康づくりもできて保険料も安くなる。これは脱臼がお得やな。それを言うなら一挙両得。そうやった、滋賀のみんなで頑張るな。今日のエンディングはこちら。長浜ちりめん、長浜ちりめん、焼きそばそうめん、長浜ちりめん、ボンバイデン。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるで、ウェブアミンチュで。